にちは、ダウキューマンソーダです。この前ですね、まあ休日お休みだったんですよ。お仕事なくて、でまあね、のんびり過ごそうかなって思ったんですけど、どうしてもやっぱ休日ほど朝起きれなくて、なんかダラダラねしちゃって、気づいたらお昼過ぎてみたいなことがありまして、で結構みんなもそうなんじゃないかなっていう。休日ほどやっぱ朝起きれないし、まあなんか夕方頃からなんか体も起き始めて、なんかしようかな、でももう夜だしなみたいなのってあるあるなんじゃないかなって思いまして、でそこで思いついたんですけど、5分で休日満喫できたら、これはこんな嬉しいことはないぞっていう。5分あればもう十分休日を過ごしたっていうことにできたらね、みんなも嬉しいんじゃないかっていうのを思いまして、今回休日にね、まあ、大体こういうことするよねっていうのをリストにして、それを5分の間に詰め込んで皆さんにお届けしたいと思います。これを参考にね、していただければ休日もう夜の7時とかにね起きても7時5分にはもう満喫できてるはずなんでね、これをねちょっと動画にしてお届けしたいと思います。休日にね何をするかっていう話なんですけど、まず朝起きるところからスタートで、顔を洗います。はい、ここで起きて作戦としては、こうね、ベランダすぐ出て、そこでもう豪快にバーッと顔を洗います。でそのまま戻ってきて、ここで歯を磨く。で、磨き終わったら着替えます。パジャマから私服にも着替える。でそのままここで、朝運動します。朝ごはんの前にね。でそれで体を起こして、でそのまま、ここで朝ごはんを食べます。はい、で朝ごはんを食べながらもうひげも剃っちゃう、で、終わって洗濯ですね。一応これも、ベランダでやる予定です。ベランダで洗濯をして干して、でまだ、起きてから余裕があるんで遊びましょう。一人で、おもちゃで遊びます。でこれでだいぶね気持ちも休まって、でゆっくりお昼ご飯食べましょう。お昼もここで食べます。はい、でお昼食べ終わったら、これゆっくり映画を見ましょう。ここで、まあ、ただ映画を見ちゃうと5分には収まらないんで、これは作戦としてですね、僕この魔女宅のこのポストカードを持ってるんですけど、この映画のワンシーンね、キキが元気ない状態でパン屋さんに帰ってくるね名シーン、ポストカードみたいな持ってるんで、これを見て魔女宅を思い出すね。もう何回も見てるから、これだけ見れば、ね、見たようなもんですから見て、で映画を見るってことにして、で漫画を読みます。漫画ね、まあ、これ何でもいいです。お気に入りの漫画を、読んでください。で、夜ご飯食べましょう。はい、ね、夜ご飯も好きなもの食べてください。はい、で、お風呂入ります。お風呂はまあちょっとね、お風呂まで移動してると5分に収まらないんで、これも一応ベランダでまあ体拭く感じでね、済ませて、で、戻ってきてお酒飲みましょうね。ゆっくり一日の疲れを癒してね、いい休日だったなって一日を振り返りながらお酒飲んで、で就寝です。これが、一日のスケジュール、これを5分に収めたいと思います。5分あれば皆さんも、休日満喫できる
はずなんでね、この動画見て、参考にしてください。では、パジャマに着替えて、起きるところからスタートしていきたいと思います。では行きましょう。はい、では今から5分間で休日を満喫したいと思います。タイマーをスタートさせてから、起きるとこからスタートします。じゃあ行きます。よースタート。よしよしよし、おはようございます。まず顔洗います。です。パン洗ったんで歯磨きます。よし、よし、OK。歯磨き OK です。そしたら、着替えていきます。よし、着替えの後がなんだっけ、着替えて、よしよし、 OKOK、 着替えて、運動していきます。運動です。やばい、変に行く。よし、よし、よし、朝の運動です。よし、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 で、朝ごはんと、朝ごはん食べます。よし、パンです、朝は。でも、一緒に機嫌も取ります。OK。 で、洗濯します。さっき脱いだやつを洗濯します。で、遊びます。まだ朝余裕があるんで遊びます。よし、 OK です。お昼食べます。お昼おにぎり食べます。よし、 OK。 よし、映画見ます。漫画読みます。ルビードラゴン読みます。OK。 で、夜ご飯食べます。縁側のお寿司です。好物です。え、お風呂入ります。OK。
晩酌します。おやすみなさい。はい、ということで、5分で休日を満喫しました。これを見てね、皆さんもぜひ5分あれば十分満喫できるんで参考にしてください。では、良い休日を。